総一郎君。委員長、立憲民主国民社保無所属フォーラム所属の奥野総一郎でございます。千葉県ということでよろしくお願いいたします。先ほど岡島委員の方からもございましたけれども、初動の問題をまず伺いたいと思います。8月の台風10号ではですね、上陸前後2回関係閣僚会議が開かれていますけれども、今回開かれなかったということでありますけれども、この台風10号と今回の15号の違いですね、なぜ一方では関係閣僚会議が開かれ、なぜ一方では開かれなかったか、この違いについて、もう一度伺いたいと思います。官房副長官。西村内閣府じゃない、西村官房副長官。はい、お答えします。台風10号の場合はですね、お盆の時期に襲来した超大型の台風10号でございまして、その上陸前後において政府としての災害対、応急対応等についての協議や国民の皆様への警戒等を広く呼びかけるために開催したものでございます。どのような会議をどのタイミングで開催するかにつきましては、状況に応じて総合的に判断しているものでございまして、政府といたしましては引き続き台風の勢力等の気象の状況や被害の状況等を踏まえて適切に災害応急対応に当たってまいりたいと考えております。奥野総一郎君。おっしゃっていることはよくわかりますが、それを解釈すれば今回10号については会議を開く必要がなかったと、そういう緊急事態ではなかったと、こういう判断を政府がしたということでよろしいでしょうか。西村副長官。どのような会議をどのタイミングで開催するかということは、状況に応じて総合的に判断してまいります。奥野総一郎君。これ繰り返しになりますが、そういう判断をした状況に応じたと、少なくとも政府の認識した状況というのは関係閣僚会議を開くほどの状況ではなかったと、それほど危機が差し迫っているという、差し迫ってはいないという、そういう状況に応じた判断をしたという理解でよろしいですね。西村内閣官房副長官。関係閣僚会議、そしてまた災害対策本部等々でしっかりとした対応を行ってまいっているところでございます。奥野、あんまり時間使いたくないんですけど、また最初の質問に戻って、じゃあどういう場合にね、関係閣僚会議が、これ同じことですけど、今回はそう必要ないという判断したということですね、必要ないと判断したから、事務方の対応で済ましたということですよね、それをおっしゃってるんですね。西村官房副長官。必要あるないということではなくてですね、どのような会議をどのタイミングで開くかにつきましては、その被害状況を含めて勘案して判断しているということでございます。なお、関係閣僚会議というのは非常に重たいものでございますので、その中でしっかりと対応しているということでございます。いや、奥野総一郎君。委員長、必要ないから、重たくない、必要ないからこそ開かなかったということですよね。それはもう一回確認したいんですが、必要ないと、今回は関係閣僚会議を開く必要がないと判断したと、イエスかノーか答えてください。西村官房副長官。今申し上げましたように、閣僚懇談会、そしてまた、災害対策本部等々でしっかり対応してきておりますので、特にさっき、関係閣僚会議と私、誤って答弁しましたけれども、閣僚懇談会です、これは非常に総理から直接、各大臣に指示されるものでありますので、その中でしっかりとした対応を図られているということです。奥野総一郎君。暫時休憩いたします。時間取ってください。
じゃあ休憩前。